はいどうも、モルさんです。今回はあのボタニストから新しくシャンプー、トリートメント、オイルが出たということで早速徹底レビューしていきたいと思います。ボタニスト、ボタニカルダメージケアシャンプーと、ボタニスト、ボタニカルダメージケアトリートメントですね。髪の内側からも外側からもね、しっかり補修と保湿をするっていうダメージケアに特化した商品らしくて、ボタニストのショップのボタニスト東京で即完売したっていうね、話題の商品だそうです。成分が植物由来ということで、ちゃんと汚れが落ちるのとね、気になってる方もいると思いますので、早速ね、使っていきたいと思います。はい、というわけで実際にシャンプーをしていきたいと思います。今頭を濡らしてきました。容器に入ってる時は少し黄色っぽい感じなんですけど、実際に手のひらに出してみると、まあほぼ透明ですね。では泡立ちを確かめていきましょう。まあ僕結構もう使ってるんですけど、泡立ちはこう見ていただくと分かる通りかなりいいです。でこれ匂いも結構良くて、シャンプーの匂いがアイジス&フリージアっていう匂いで、トリートメントの匂いがビオニー&ベリーっていうね、香りが違うダブルフレグランス仕様っていう感じになっていて、香りもね、こう強すぎない感じですね。で、洗い流しても匂いがこうほんのり香って、僕実際これを使ってみて、次の日、職場の女の子にね、いい匂いがするっていうね、言われて、結構嬉しかったですね。はい、実際に今シャンプーとトリートメントをつけ終わって乾かした段階です。めちゃめちゃツヤが出てます。まあ、僕のね、動画のコメント欄なんか見ると、やっぱ結構ダメージが目立つというようなね、コメントを結構いただいているんですけど、まあ、こんな感じで、なんでしっかり乾かして、コーミングするとシャンプーとトリートメントだけでこんなにツヤが出ると。これアイロン通してないですね。今ドライヤーで乾かしたばっかりです。手ぐしもかなりスルスルに通るんで、これ素晴らしいですね。はい、どうだったでしょうか。まあ泡立ちも良くて匂いもね、すごくいいこのシャンプーなんですけど、低刺激で頭皮へのダメージまで考えられている洗浄成分や弱酸性の石鹸系成分、植物由来の保湿補修成分などが使われているので、優しく汚れを落としながら髪のケアをしてくれます。そしてこちらのトリートメントはオイルケア成分が配合されているので、髪の内側に水分を閉じ込めて、さらにね、外側からはこうダメージを防いでくれるので、滑らかでツヤ髪に導いてくれます。そしてこちらのシリーズなんですけど、ヘアメイクアーティスト100人が選ぶ人に勧めたくなるシャンプーナンバーワンに輝いていて、まあ、実際にね、かなりのダメージもの、僕が結構使用しているんですけど、まあ、指通りも良くなってすごくおすすめです。そしてオイルは今回リニューアルされた商品になっていて、こちらね、トリートメントと同じく植物の種から摘出したシードオイルっていうのを使用していて、髪に浸透することで潤いを与えてくれます。さらにね、これはね、めっちゃ嬉しいんですけど、オイルにはカラー退色防止の成分も入っていて、退色をね、防ぎたい人だったり、ローダメージからハイダメージまでもう幅広くいろんな人に使っていただけるっていうね、もう素晴らしいオイルな。使い方は一般的なオイルと同じで、まあ、ワンプッシュからツープッシュ手に取って、乾かす前に毛先を中心に、こう地肌につけないように毛先に中心に、まあ、しっかり全体につけていくっていうような使い方ですね。こちらのダメージケアシリーズと一緒に使っていただくとより効果的です。さあ、いかがだったでしょうか。シャンプーとかトリートメントとかね、どういうのを使っていいかわからないっていう方ね、非常に多いんじゃないでしょうか。特にこうダメージモードとかでね、こうケアに悩んでる方もたくさんいると思うので、まあそんな方はね、要チェックです。このレビュー動画を見ていいなと思った方はね、ぜひこちらのボタニストのね、ダメージケアシリーズ使ってみてください。こちらの商品がですね、9月の13日からですね、全国のドラッグストアやドンキホーテなどで販売開始となっていて、シャンプーとトリートメントがそれぞれ1400円で、オイルが1700円ということでね、かなりリーズナブルな、価格帯になっているので、まあ、そちらもかなり魅力的かなと思います。さらにですね、今回限定クーポンが発行されていて、ボタニストのシャンプートリートメント2点以上購入で500円オフっていうね、まあ、他にはないスペシャルクーポンとなっているので、そちらも合わせてチェックしてみてください。はい、それでは今回はボタニストのボタニカルケアシリーズの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。